ニコバルクマネズミはクマネズミの一種でインドのニコバル諸島の固有種である。大ニコバル島、小ニコバル島及びトリンケット島に生息する。カールニコバル島では本種ではなくシュロクマネズミ及びインドシナモリクマネズミが見られる。ゲリットスミスミラーにより1902年に初めて記載され、当初はハツカネズミ族に分類された。今日ではクマネズミ族に 位置づけられている。ミラーが現地で一般名を与えておらず、英名の南ン,ンスラットの由来は未称であるが、IUCN など近年の文献でもこれを再録している。形態学的には、シムル島のメンタウェイクマネズミやムンタアイ諸島のムンタワイクマネズミ、エンガの島のエンガのツヤクマネズミに類似する。カールニコバル島のシュロクマネズミとも形態的に似通っているが、 体が小さく体毛が柔らかいという違いがある。本種が当初ごとに特化した主力マネズミの変種である可能性もあり、慎重な研究が必要である。ニコバル諸島の固有種であり、生息域は第ニコバル島、小ニコバル島、トリンケット島に限られる。熱帯上緑樹林、半上緑樹林に生息している。IUCN により絶滅危惧種に指定されている。島内における、 個体数や分布についてはほとんど知られていないが、ココヤシのプランテーションに伴う森林喪失と人間の居住域拡大によって生息域の喪失を被っていると考えられる。2004年12月のスマトラ島沖地震津波は個体数に少なからぬ悪影響を及ぼしたと考えられている。ありがとうございます。